はい、職業に規制はないというところ、私もこれを目指していこうと思います。どんな職業も職業である以上、やっぱり上下はないんだろうなっていうのが、多くの方が目指しているところであり、多くの方は、私は職業差別しないっていうふうにね、自分に対して肯定感を持っていることだと思います。私は自己否定の達人ですから、いやいや、俺まだ未熟な人間だから、職業に差をつけちゃってるよと。それはもう素直にね、ここで公開して反省しますよ。っていうね、こんな動画をずっとずっと私が本当に職業に差をつけていないレベルまで意識が高まっていくところまでね、ずっと私は職業に差別持っちゃうんですよと、こっちの方が格上なんじゃないかなとか思っちゃうんですよって、それは素直に申し上げていこうかと思います。通常に言うと学校にも上下があると思ってます。学校ってのは取り物はさず学力の鍛錬の場ですから、学力レベルの高いところと学力レベルの低いところで上下はあると思います。で、道場ですね。武道の道場っていうのもあります。武道の道場も、強さとか、心技体、礼儀、格式ってものを、やっぱり一つのね、ミッションにしている以上、格の高い道場と格の低い道場かってことも私は思っております。だからこれをですね、規制をつけているとか、上下をつけているって言われたら、その通りですよね。だって上下をつけるためのものでもあるわけですから。ただ、それを、上下はつくんだけども、それを攻撃とか、差別とかね、それから、なんですか、争いの種とか、人を馬鹿にするネタにするっていうのが良くないと思うんですよ。ただ、差があることとか、違いがあるってことは、別に恥ずかしいことでも現実ですから、それはあっていいんではないかなと思います。ただ、差があるからといって、それをね、攻撃のネタにするのが私は良くないと思いますよ。いじめのネタにするのは。まあ、ですから、格ってものは何に関してもあるわけなんですよ。ランキングとかね。もうみんな大好きですよ、ランキングなんて。美味しいお店のトップ10とか言ってるじゃないですか。もう格つけてるわけじゃないですか。じゃあ美味しいお店のトップ10に入らなかったお店に対しては営業妨害してるんですかって誰か訴えてますかね。そうではないんですよ、やっぱりね。うん。だから、非常に表現しにくいランキングと表現しやすいランキングっていうのが多くの人のコモンセンスね。先入観としてあるから、職業には差があるんですよっていう発言を、やっぱ言えない人が多いんだと思うんですよ。で、実際に私も職業に差がないっていう風なレベルの意識に持っていきたいんで、まあ、喘ぎ苦しんでるんですけども、すごいですよね。職業に差がないって言ってる人は、もう、到達するとこまで到達してるんで、高いレベルで思考がありますから、当然、多くの方にね、好かれて、たくさんのお金が稼げて、社会的に成功してる方なんだろうなと思いますよね。私はまだね、そこまで行ってないんで、どうしても職業ってものが、こっちよりもこっちがいいかなっていうふうにね、なっちゃうんですよね。まあそういう意味で、まあなかなかね、平等でいられない小さい人間でございました。でも、そこに向かおうと思ってるのは確かです。それははっきりと申し上げられますけども、私はどんな人も差別しない、どんなものにも差をつけない、横一線の共産主義みたいな思考にね、なろうとしてるのかな、これは。うん、どうなんでしょうか。皆さんどうでしょうか。差がないっていうことは共産主義っていうことなんですかね。いやいや、わかんなくなってきましたね。はい。ではね、今日は、ちょっとした動画を最後にお付けして、そちらの方を今回の動画のテーマにしていこうかと思うんですよ。若い方が何かをしようとすると、もうね、60代以上の、もう長い人生経験を持ってこられた方っていうのが、それをね、いかに叩くか、いかに、若い人とかチャレンジャーに対して冷たいかっていうのの一つの例です。一つの例ですよ。この次に流れる動画のエピソードが全体を示しているものではないってことはね、これはもう先入観との戦いですよ。そうではないと、たった一人の人がこう言ってるよと、だからそういう人に自分もなろうかなって思うのも自由、こんな人にはなりたくないなっていうふうに目指すのも自由と、どちらを選ぶでしょうかという動画でございます。それではどうぞ。っていうことでしょう、うん、ただね、令和の山本太郎さんのいろいろその街頭演説を見てますとですね、まあ私はね、もう63なんで、はい、63の人間から見るとね、まあ非常に気持ち悪いんですよもうとおっしゃいますと、そのやっぱりね、もうなんていうかね、一種そのエモーショナルと言いますかね、こう情に訴えかけるというか、そこにその理屈も理念もなくてですね、ただひたすらもう泣いて、わめいて、だからね、まあちょっと例え悪いですよ、例え悪い、言うてることは違いますよ、違いますけど、演説の雰囲気がかつて1930年代のヒトラーに似てるなと。
つまりとにかく集まった人たちの感情をとにかく刺激して、ですからね、例えば10代20代が多いなの分かるんですよね。それでも結構40代も多いんでまあ今の40代はね、昔の20代みたいなもんですからね、精神年齢がね、はい。